やっと見つけたってばよ。お、ずいぶん遅かったじゃないの、ナルト。ふん。ああ、サスケてめえ、抜け駆けするなんてずりーぞ。何言ってやがる。お前がトロイだけだろうが。な、トロって、なんだっぞ。まったくお前ら、顔を合わせるたびに喧嘩して、いつまで経ってもチームワークが全然取れてないな。こいつがすっごく自分勝手だからだってばよ。それはお前だろうが。やれやれ。俺からすればナルトもサスケもただのガキだね。ま、何が言いたい。力も弱けりゃチームワークもダメ、口喧嘩しかできないひよっこってことだよ。サスケ、仕方ねえや。お前とは一時休戦だってばよ。奇遇だな。俺も同じことを考えていた。ん？お前よりも何よりも先にカカシの野郎をぶっ倒さねえと気が済まねえ。ん？影分身の術。影分身の術でバカ正直に突っ込むだけじゃ俺はやれないよ。そんなもんはやってみねえとわかんねえ。まだまだ。だから無理だって。前が見えない。今だ、サスケ。カトン、カトン、オカキューの術。たく、なんつう攻撃よ。へん、どうだい、俺の強さを思い知ったか。俺の強さってほとんどサスケの攻撃でしょ。いや、まだまだそんなんじゃ俺をやることはできないね。お、なんだ。こいつら、よし。あ、お前たちなかなかいい動きをして。サスケ聞いてないし。お前があそこでミスるからだぞ。何言ってやがる。ミスったのはお前の方だろうが。だっとこの野郎。やっぱ最初にお前をやっつけておくべきだった。まったく、少しは成長したと思ったんだが。